どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは杉狩り。杉をチェーンソーで刈り取り、火炎放射で焼き尽くすワールドとなっています。ワールドに入ると目の前には、たくさんの杉とパネルが置かれています。このパネルをユーズすることによってチェーンソー、そして火炎放射を出すことができるようになっています。この2つの武器を使って、杉を刈っていくことになります。杉の刈り方ですが、まず杉に近づき、トリガーを押してチェーンソーを起動します。刃先を根元に近づけると HP ゲージが出現して減っていき、ゼロになると杉を切り倒せます。切った杉の木は、ゆっくりと倒れていきます。倒れる杉の木に当たると死んでしまうので注意です。転がっている杉の木は花粉を撒き散らして大変迷惑なので、火炎放射で焼き払いましょう。トリガーを押して火炎放射を行い、杉の木に当てることで木を消すことができます。燃やせるのは転がっている杉の木限定なので、必ず切り倒してから燃やしましょう。ちなみにドントプッシュのパネルを押すと、見ているだけで目に痛い光景が広がります。注意しましょう。こんな感じで、杉の木をひたすら切り倒して焼き払っていくクエスト対応ワールドです。杉の木はグローバルなので、みんなで切っていくことになりますが、かなりの数がワールドに設置されています。逆に言えば杉の木を刈り放題、燃やし放題とも言える状態となっています。花粉症なので大変な人は日頃の恨みを込めて切り倒し燃やし尽くしていきましょう。花粉症じゃなくても黙々と杉の木を切り倒して楽しめるようになっています。そんな感じでたくさんの杉の木を刈り燃やせるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。